はい、じゃあこんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今日は土屋さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社に今入ってますこのボストンの GP 記録さん、はい、こちらについてちょっと魅力を教えていただきたいんですけども、お願いできますでしょうか。はい、ボストンピアノこの163、まあ、グランドピアノの中でいうと、はい、まあ、比較的コンパクトなモデルになるんですけれども、はい、同等機種としてこうレギュラーの GX の位置とか、はい、そういったコンパクトなモデルがありますけれども、そういったところと比較する中でやっぱりボストンならではのスタイルの設計に基づいたこう重厚感のある音色、はい、そういったところを惹かれた上でこう、やっぱこのピアノいいねっていう風な、あ、なるほど、そうですか。あの、実際どういったお客様がご購入されるんでしょうか。はい、あの、まあ、ご予算ですとかサイズですとかいろんな要因もあるんですけれども、あのやっぱりこう例えば予算でいうとグランドピアノも、まあ、大まかに200万円ぐらいで考えたいという中で、まあ、まず来られて、でその中で、まあ、GX の位置ですとか、まあ、中古も含めていろいろ触っていただくんですけど、まあ、そういった中で、まあ、このピアノがいいよっていう方もいれば、あとはコンパクトなピアノを探しているっていう中で、150センチぐらいのピアノからありますけれども、そういった中でこのサイズの割にといいますか、それ以上の音色を出してくれるということで、はい、よくこう比較されるものって何かあるんですか。そうですね、まあ、私たちの場合は当然ボストンというところで言うと、まあ、ちょっと対照的にはなるんですけれども、グランドピアノの茂る可愛いですとか、あとは可愛いならではの音色の GX のモデルですとか、そういったところが展示しているんですけれども、まあ、その中でこうちょっと異彩を放つ形なので、触りに来ていただいた中でこう改めてこう好感をいただくといいますか、そういったところも。今このじゃボストンを実際こう試弾できる場所っていうのはどちらに行けば、白垣さんにぜひお越しください。あ、そうですか。他こう、まあ、弊社の方は今1台しかこの163しかないんですけども、はい、あのもう少しこうサイズの大きいものを弾いてみたいなとか弾き比べしたいなっていう時にはどうしたらいいでしょうか。はい、そういったケースでは私たち河合浜松の方で展示もいたしますので、ぜひこう対応にですね、あの試弾いただいて、で、お求めの1台を探していただければと思います。はい、最後になんですけども、実際こうご購入されたお客様からのこう声といいますか、あの反応といいますか、そういったところを教えていただけますか。そうですね、あの特にやっぱりこう試弾していただく会場をかなり広い空間で弾いていただくというところがありますので、まあ、お家に入った中でいうとよりこう深みといいますか、まあ、音の響きの面で、あのやっぱりこうお家に入ることでこうより音が出るといいますか、このコンパクトながらもパワフルなこの一台の163というモデルにやっぱりこうすごくこう効果を置いたり、吉田さんは、ね、こうピアノ弾かれたり、普段私はあの今勉強中でございます。そうですか。じゃあ、あの河合音楽教室さんの方に通われたりして。そうですね、通おうと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。